はい、どうもラッキーです。今回はですね、こちら、武器解説のコーナーです。コーナーだったかな？コーナーではない気がしたが。あれ？失礼、ちょっと。はい。編集しないスタイルで行こうとしてるんですけど。こういうちょっとアクシデントがあってもね、編集しないスタイルで。まあ、今回、ショットガンね。ちなみにこのマップ、新マップですけども、どうでしょうか？皆さんやりましたか？もうやってるかな？うん。新マップね、うん。で、そしてね、まあ、このクリップ。クリップはなんとか残ったんだ。ただね、音声ファイルの方がちょっとね、いろいろあってね、これ3回目。うん、どうでもいいと思うけどね。どうでもいいと思うけど、これ3回目なんですよ。もう何を話したか何を話してないかとか、ちょっとわかんなくなってきちゃって、すいません、ちょっと抜けることもあると思いますけど。そう、ほんとね、最初にあげるつもりだったんでさ、マルチの方でも、いろいろ先走って言っちゃったんですけど、すいませんっていうことですね。はい。まあ、早いうちにね、P90、アーローヘッドの、まあ、武器解説の方が上がると思うんですけどね。うん。まあ、今回、ショットガンの方、ちょっと紹介していきますと。そうですね、ショットガン。まあ、自分の感想としては、やはり、苦手意識があるものなのでね。うん。やっぱ、使いにくい。使いにくいというか、なんか TPS にとって、ショットガンってやっぱり弱いと思うんですよね。多分ね。なんか TPS って遠距離が強くなるイメージがあるんでね。うん。あんま、なんか、なくないですか？まあまあ、使いようによっちゃですけどね。まあ、それは強い場面もありますけども。なかなかでも、ワンショットワンキルの距離がなかなか短いのとね、ありますけど。はいはいはいと。まあ、そんなことは置いといて。ペゾッティ、12ゲージですね。はい。コスター5になります。はい。では内容を、性能かな？見ていきます。反動軽減は中。命中率は高く、ダメージも高いです。はい。射程がかなり短くなっており、発射速度が中と。まあ一般的なショットガンです。まあ唯一のショットガンなので、まあ今後 DLC に期待って感じですよね。まあでも、他のショットガンつったらなんだ、フルオートショットガンとか今ありますけどね、有名なところだとサイガですか？ありますけど、まあでも、ショットガンは出ないのかな？でも一つしかないから出る可能性もありますけど。まあまあまあ。唯一のショットガン。まあサブの方にね、ダブルバレルショットガンありますけども。まあ。あれよりは弾がやっぱり多くあり、使える場面が多いと思うんですけど。そうですね。発射速度ね、ダブルバレルショットガンの方が、早いです。はい、パンパンと。まあ、コッキングがあるんで、コッキングじゃねえ、ポンプアクションなんで、ポンプアクションショットガンなんですよ、これ。なので、カッチャっていうね、カッチャーとボルトアクションみたいになりますけど、あ、はい、まあ、カッチャとやるのがあるので、まあ、その分。まあ、でも、弾持ちがいい、と言っても何発だ？覚えてないですけど、はい、となっておりますと。で、カスタム装備の方を見ていきますと、メインにペゾッティを持ってきております。そしてジャッカルですね。これ言ったかな？これ別の動画で言っちゃったと思うんですけど、ジャッカル、前ね、ジャッカルの武器解説を上げたんですよ。で、その時に、ジャッカルコストを見当たらなくて、あれ？こいつのコストなんだっけ？と思って、結局、紹介してなかったんですよ。コストね。で、後々気づいたんですけど、ジャッカルコストなしなんですね。はい。ちょっとそこだけ、ちょっと一つ加えます。はい。まあ、ぜひこの後にでもジャッカルの武器解説を見てほしいんですけど。
ジャッカル、コストなしでした。はい。お願いします。そういうことですね。まあでも、そしたら本当に、僕の好みであるリボルバーがコストゼロっていうことですごく嬉しいですね。はい。なるほど。と言ったわけですけど。はい、はい、はい。では、その他のね、ブースターやなんやらを見ていきます。はい。今回、インドラを持ってきております。はい。インドラの道じゃないインドラですね。はい。もう、インドラの道というものが出てきてしまったので、インドラだと伝わらない。そんなことも前話したような気がしますけども。うん。アーローヘッドの時に言ったかな。アーローヘッドも確かインドラだよね。うん。なんだかんだ、インドラ強くねっていう話ですよ。うん。まあ、そうなりましたね。ブルートサイドキック。はい。まあ、これはまあ、そうだな。特に意味はないですけども。はい。そして C4。これは完全にコスト合わせになってしまうかな。うん。なんとなくグレネードが入んないから C4 持ってこうか、みたいな感じですよ。なんか最近 C4 を使うことが多くなっていますが。うん。まあ、いいでしょう。まあ、普通に強いですしね。はい。ブースターです。はい。稼ぎ屋を持ってきております。まあ、稼ぎ屋、使ってる人少ないと思うんで、ちょっと紹介すると、まあ、宝ありますよね。お金になるもの。あれがまあ、一度でもらえる数が多くなると。まあ、最初は何パーだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、レベル上げていくにつれて、まあ、結構、一回でもらえたり、300ぐらいもらえるのかな。うん。で、まあ、湧いた時にも、50ドル、ドルじゃないっけこれ。まあ、50ポイントかな。なんて言えばいいんだろうね。まあ、それがもらえると。そして、置き土産。置き土産も、味方だっけな。自分が死んだのだっけな。ちょっとそこはちょっと申し訳ないんですけど、忘れちゃいました。まあ、とにかくまあ、死んだところに、まあ、弾薬と宝を落とすんだ。宝はまあ、50ドルぐらいやったかな。うん。まあ、弾薬も落とすというか、まあ、なかなか、いいんじゃないでしょうか。うん。まあ、あんま使わないですけどね。うん。で、まあ、この時にはまだ DLC 買ってなかったんですよ。うん。ちょっとそういう話もしたかったんですけど、話がちょっと前後しちゃってね。はい。申し訳ないです。はい。でも本当に P90 持ってる人多いですね。うん。なんか、本当みんな P90 かって思うぐらい。うん。で、そしてここね。ここ見てほしいんですけど、まだかな？はい、ここ。ここ。ここね、このポジション使ってる人、まだいないと思うんですよ。うん、ぜひ使ってみてください、ここね。もうここ一本捉えましたね。はい。でももう割と使ってる人いんのかな？本当だからこれさ、本当、アップできてすぐ上げようと思ってたんですよ。もう新マップ当たったんで。もう、なのに、もういろいろあって、今ですよね。しょうがないですよね。いろいろあるんで。本当に、なんだろうな、いろいろあって、話が前後しちゃう部分。はい。まあ、そんぐらいですけどね。まあ、とりあえず、あんまり、なんか、好んで使うような武器ではないと。まあ、自分自身近距離系が苦手っていうね、まあ、TPS に限ってですけども。まあでも FPS でもショットガン使えませんけどね。うん。まあ場面によっちゃ、なんですよ。で思ったんだけどね、裏取りとかしてもね、まあいいんですよ。いいんですよ。まあ裏取りじゃなくても、その、一発で倒せるってね。まあその一発で倒せる距離がなかなか短い。うん。それならね、正直、チャージでいいんですよ。うん。もうアンチャーテッドからですか？まあ、ラスアスとかでいう、まあ、核材強化みたいなもんですよ。まあ、一発でダウンができると。まあ、それはね、まあ、みんなについてでしょこれ。誰でもチャージできるでしょ。まあ、確かにチャージという時間はありますけど。だからね、正直ショットガンはいらないんですよね。ショットガンの距離って、チャージで倒せる距離なんですよ。まあ、確かにチャージに時間かかりますよ。確かに二人全力、二人持ってくっていうのはチャージにはできないことですけど。やっぱりね、いらないかなっていう印象。いらないっては言うのはちょっとあれですよね。失礼というか。
ダメですけど、まあ難しい武器ですけど、まあまあぜひ皆さん一度は使ってみてくださいという今回の紹介解説でした。よかったら、他の、マルチだったり、武器解説他出しているので、そちらの方もよろしくお願いします。そして、ツイッターのフォローお願いします。そしてチャンネル登録コメント評価お願いします。はい、いろいろ言いましたが、ラッキーでした。I'll be back.